ジョエル・ロサリオはアメリカ合衆国の騎手である。ドミニカ共和国、サントドミンゴ出身。香港における名前の中文表記はラ・サリオーク。1985年、ドミニカ共和国の首都サントドミンゴ郊外にある農家に生まれる。13歳の時にレースを観戦して騎手を目指すことを決意し、騎手養成学校に半年間通った後、14歳でプロデビューを果たす。 ドミニカ共和国で4ドリーディングジョッキーの座に輝いた。あと、2006年からアメリカ合衆国、カリフォルニア州に拠点を移した。アメリカ移籍後初めて年間を通して起乗した2007年には、前年の29勝から大幅増となる154勝を挙げ、当格を表す。2009年には、初の200勝恋となる284勝を記録し、 2014年まで6年連続で年間200以上の勝ち星を挙げた。2010年には自己最多の305勝を記録している。2012年からは東海岸に拠点を移している。2013年にはアニマルキングダムに帰場してドバイワールドカップを制覇した。その2ヶ月後にはオーブでケンタッキーダービーを制し、世界にその名を轟かせた。 2014年のベルモントステークスでは、トーナリストに起乗し、アメリカクラシック三冠達成を目指した2冠馬、カリフォルニアクロームを下して勝利した。2015年4月23日、キーンランド競馬場にて、通算2000勝を達成。2018年3月に、アメリカ合衆国の市民権を取得した。同年のブリーダーズカップでは1日目に2歳オスメスの、 チャンピオン決定戦であるブリーダーズカップジュベナイルとブリーダーズカップジュベナイルフィリーズをダブル制覇し、2日目にはアクセラレートでブリーダーズカップクラシックを制覇した。2018年ブリーダーズカップクラシックでアクセラレートに起乗するロサリオ。ありがとうございます。